去年3月浜松市の住宅で一家3人を殺害したとして地検浜松支部はこの家に住む男を殺人の罪で起訴しました起訴されたのは浜松市中区の山田裕太郎被告23歳です起訴状などによりますと山田被告は去年3月浜松市の自宅で祖父の浦山武さんら3人の頭をハンマーで複数回殴り殺害した罪に問われています 浜松支部は山田被告の刑事責任を問えるか鑑定留置した結果責任能力があるとして起訴しました。